どうも、バロンザーマツです。今回はですね、亀岡駅から茨城大ニュータウンを目指したいと思います。本来であればね、茨城大ニュータウンは亀岡市になりますので、まあ、ここの駅が一番最も大きい駅になって、でここから普通は買えるという設定になりますが、いよいよ登場でございます。いろいろねコメントいただいてありがとうございます。夜対応で行かせていただきます。ちゃんと映ったらいいんですけど、結構暗闇ですよ、皆さん想像以上に。まあ映る映らないは別にしてね、ちゃんと茨城台までの動画となっておりますので、ぜひご覧ください。亀岡駅結構発達してるでしょう。今この時間帯が約8時ぐらいとなっております。8時、日が落ちた後ですね。結構お迎えの車が来ておりますね。近代的な駅となっておりますね。高層のマンションも建っておるし、料理やご飯系もお店もちゃんとありますよ。それでは出発します。で今回使用する車は100系のハイエースなんですけども、私の方でですね、 LED ライトにフォグランプとヘッドライトともに交換してあります。もちろん車検対応の 6000kelvin のホワイトバルブが搭載されています。ということはですね、つまり明るいということですね、単純にね。でその明るさがありながら、この光は暗闇に吸い取られていくかどうかっていうことも含めてですね、皆さん一緒に見てまいりましょう。まあ私ね、副業でこういう、ネオクラシックカーの修理、名車再生、そして、売り出しまでやってるので、また興味のある方ご覧ください。YouTube で上げております。まあ夜ね、夕方なんですけど、ライトのね、光軸合わせるのに、この時間じゃないとわからないか、真っ暗の中、ライトを照らしてもらってですね、やっているというところの図でございます。皆さんね、ネオクラシックカーに興味のある方、ぜひぜひ YouTube 見てください。おすすめしますよ。まあ、今回これでね、ライトの方を交換して、点灯する、明るい、めっちゃ明るいやんっていう、このライトが搭載されている車ということでスタートします。亀岡駅はですね、近年道路も含めて改築が終わりましてですね、かなり明るく綺麗となっております。昔ながらの旧道もあれば、駅都心部ですね、まあ、新しいお店もいっぱい立ちまして、特にですね9号線っていうのが真ん中通ってるんですけども、9号線には皆さんが普段東海道を使いになるようなお店は全て揃っています。例えば山田電機とかね、マクドナルドとかファミレス全般とかですね、そういったものは全てここには来ております。でここからね、市内から市外へ抜けていくルートになるんですけど、まあ、ほぼほぼ一直線なんですよ。で、どんどん山に戻っていくっていうイメージで見ていただけたらいいかと思います。結構ね、亀岡市自体は住みやすいと思います。病院も綺麗ですしね。割と、なんら、自然と調和してるっていう、そういう街のイメージですし、まあ、亀岡市自体もですね、美味しいご飯や野菜もいっぱいあれば、まあ、見るところ、観光場所も多いですし、おすすめですけどね、本当に。もう全然いいと思いますけど、電車もあるしね、JR。ただその亀岡から京都へ出るとか、大阪へ行くとか、まあまあ遠いので、そこが不便なんですよね。結構ね、雰囲気のある街並みなんですよ、亀岡市。市内、市街ですね。本当に僕はここいいなっていつも思うんですけど、美味しいパン屋さん。野上のパンも来てたかな。で、前ね、松本ってスーパーも見えますね。入居者募集結構出てますよ。こちら来られます？皆さん。結構僕はおすすめなんですよ、亀岡って。湯の花温泉も近いし、うん、本当に都心部出る以外は楽ちゃうかな。高速もありますしね。高速やと長岡京方面出んのかな。そっち方面から出て茨城も行けますし、京都の方が近いかな。大阪ちょっと遠くなりますね。まあ、靴の流通センターとかね。これもね、東京地方方面もいっぱいありますよね。他にも、くら寿司とかもございます。まあ、回転寿司に困ることはないと。で、このままずっと走っていってですね、どんどん闇夜へと誘われるという。まあ、実際ですね、本当闇ですよ。まあ、どうしようもないですけどね。はい。で、皆さんコメントいつもありがとうございます。特にね、夜希望の方がかなりたくさんおられたので、夜のトライをしているところなんですけど、まあ、この辺ぐらいの暗さだったらね、GoPro で十分やっぱ収録できましたね。
で、これが真っ暗けになると、やっぱり多分カメラが焦点どこ合わせていいか分からなくなるんでしょうね。で、それでまあぼやけたり、より真っ黒さが増したり、夜景が撮れなかったりすると思うんですけども、まあこれ以上はもうプロじゃないとちょっとよく分からないので、もし撮り方でね、今持ってる僕の GoPro の機材で上手に夜間を撮れる方法ご存知の方いらっしゃったら、またコメントいただけたら再チャレンジもいたします。はい。で、これ今ね、茨城台に向かって一直線に向かうルートになってるんですけども、まあ前に車が一台に走ってくださると先導車のようにね、この後ろついていくだけなんで全然怖くもございません。で、現在これね、通らせてもらって、ね、7月の下旬になるんですけども、皆さん、いかがお過ごしですか？もしお子さんとかがいる方でしたらね、もしくは高校生の皆さんは、もうお休みに入ったんですかね、夏休み。ね、今年はコロナウイルスのことがあって、去年に引き続きいろいろと自粛が続いて、楽しいことが減ったかのように思うかもしれませんが、逆にこれをチャンスと思ってね、自分のやりたいことをやるとか、一人だからできることもいっぱいございます。何より、まあ本を読むもそうやし、YouTube で勉強するでもいいし、ね、外出そのものを否定されてるっていうことを、まあ逆手にとってですね、逆に友達と会わない時間を 大切にしてね、自分の修練のためにお使いになったらいいかなと、僕なんかは愚行するに至るでございますよ。まあちなみに私は読書が好きなので、まあ、喫茶店で読書してるんですけど、それがお家で読書になったとか、そんなレベルしか変わらなかったんです。ですから皆さんもね、なんか趣味がある人はね、趣味を多感にやられてもいいし、はい、もうね、何、祭りもダメとかね、運動会ダメとか、子供たちがかわいそうな一年になってしまいましたね。まあ、いいか悪いかについてはね、いろいろね、異論反論ってあるんでしょうけども、まあ人類として初めてこれほど大きなパンデミックを受けたっていうのは、まあ、ペスト以来ぐらいですよね、黒死病と言われたね。まあ、そういうところでは、ね、当時は、皇帝とかがいっぱいいてね、独断専行の政治ができた、だつまりドラスティックに物事は解決していたとは思うんですけども、我々の国民主主義国家においてはね、もたもたし議論し続けてさっさとやらんかいみたいなねとこがあるとは思うんですが、それは一つ一つに同意と納得確認という行為を行うっていう意味で、逆に暴走しないいい意味でもあるので、私自身としては歯がゆい思いが介護現場でいっぱいありましたけれども、誰かのせいにして怒るではなくて、まあ粛々と受け止めて、適宜対応するっていう方法で、なんとかね、事業所としてもヘルパーとしても生き残っておる次第でございます。はい、三角部入ってきて早送りになりますとですね、もうまたジェットコースターですよね。こう視界が狭い分ですね、もうなんかもうどかしてがようわからんやんみたいな、もう一緒に楽しんでください。もうね、このライトに照らされたとこだけはなんとか見えるんですけど、反射板がないところはもう何を映ってるかよくわからないっていう状態ですね。そしてこの道、実は90度以上、180度のヘアピンカーブが続いております。ですので、もう車が左へ右へ揺れるっていう感じで映ってるんですけど、昼間じゃないからどんだけ曲がってるかちょっとわかんないでしょ。でも結構な、180度ターンをしてるんですよ。ね、こう、面かじいっぱいですね。ギュル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 、すごいでしょ、これ。ね、もうほんと、もうちょっとね、作り方考えてほしかったなと思うんですけど、とにかく上へ急上昇させようという道路となっております。もうね、これだけ見てたら運転バリ上手い人に見えると思うんですけど、実際は倍速ですね、のんびり走ってますよ。はい。しかもワゴンですしね、車高も高い。で、前に追いついていきました。ね、前の先導車がいてくれると楽ちんですね。だが先導車が常々消えるぐらいのカーブを走り抜けて、亀岡から一路茨城台へ向かっているところでございます。で、最近はですね、コメントを皆さんいっぱいいただいて、まずありがとうございます。コメントをね、もう軸でやってるところも、やってる定義も多いですよね。オリジナリティに欠ける男で申し訳ございません。しかしながらですね、そのオリジナルになろうというね、意識もあるので、皆さんが言ってくださったことを素直に実行して学んでいくとですね、自分のもんになっていると。できる限り多くの人たちにね、私にお力添えいただいてですね、多くの目線で動画を撮っていくことができたら、よりね、信憑性が高くなる。まあ、Wikipedia もそういう考え方ですもんね。一回出してそれを修正できるっていうシステムでやってるので、だんだん史実に近づいていくとか、逆に史実で外されていた、不可思議な情報とか、不確定な要素っていうものも織り込むことができるので、予備知識としてはいろんなね、自分で考えていけるキャパが増えて、僕はいいなと思っております。ですので、
この動画がね、次に正しいものであったり、公正であるものとは、ね、言いませんけど、まあ、それに近しい努力をずっと続けてはいくので、まあ、あの、ザーマスさんが言ったらこうですって言い切らないでくださいね。あの、それが合ってるかどうかも含めて自分で判断していただいて、で、合ってるなとか、自分に合うなといったものを、あの、皆さんと議論していただければ嬉しいございます。はい。まあ、暗闇なんでね、もう私のトークでいきましょうか。まあ、ひとまず、そうですね。最近、大阪へね、仕事へ行ったんですよ。大阪の梅田、ど真ん中だったんですけども、だいぶ人戻ってますよ。まあ、オリンピック始まったってことだけじゃなくて、大阪も、コロナ感染者の方増えてはいるんですけども、やっぱり人も多くてですね。でも一つ気づくのが、紙袋持ってる人減ったんですよね。みんな有料になって紙袋嫌っていうのもあったと思うんですけど、多分皆さんボーナス後であるはずなんだけど、不景気なのか、みんな服屋さんとか行っても買い物をね、いっぱいして紙袋いっぱいっていう人はほぼ合ってないですね。みんなやっぱおしゃれランチとか、おしゃれカフェには行っても、少し財布のね、紐は厳しくなったのかなっていう印象を受けました。まあそれとは別に、ね、店舗で物を見てネットで買うっていうのももう定番に近くなってきてるので、そもそも店舗のあり方も考えさせられるような、そういう大阪だなと思います。でも人が出てるってことは飲食は行けるんでね、平日昼間とか土日祝の昼間ってね。まあそれ以外はやっぱりこう、物事、体験型っていうんだったら飲食ぐらいしか多分お金使うとこなくなってくんちゃうかなと思って、ちょっとね、そら恐ろしくなりました。皆さん、お商売されてる方とかどうですか？ね、もう本当、やってらんねえよっていうとこが多いと思うんですけども、めげずに行きましょうね。僕たち自身がぼやいたところで、首相以下ですね、直接手を差し伸べてくれることはございません。ね、また神様に信心深くお願いしたとしても、お金の話はちょっとね、お願いしにくいじゃないですか。だったら、自分を信じましょう。いや、ここまで生きてこれたんですから。ね、ですから、お賽銭入れてお願い事するよりも、自分を信じた方が結果的には安上がりでございます。さあ、自分を信じましょう。僕何を言ってるんでしょうって感じですね。はい。まあ、そういうわけで話は戻しましてですね。茨城大ニュータウン、限界に挑み続けているこの暗闇の漆黒の中をですね、多くの車が走って、まあ、この車たち多分そのまま茨城行っちゃう車たちなんですよね。悲しいかな。もしくはこの辺に住んでる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも茨城大方面向かいみたいな日、まあ多分僕一台しか残念ながらいないと思います。無念。まあそんなこんなでですね、暗闇の中をまだまだ走り続ける動画となっておりますけども、まあ限界ニュータウンについてね、中には行ってもいいかなって考えられたコメントの方もいらっしゃいました。ようこそ、いらっしゃい。本当にね、安いんで、なんかもうリスクですよって考える人たちが多くて当然だと思うんですけども、仮に人生1回しかなくて100万ぐらいで、もしくは15万とか20万で土地借りたり買ったりできる場所で、あまり深く悩まなくて僕はいいと思います。そもそも損得で物事を考えたら損だとか得だっていう考え方になりますよね。お金をベースに基準で使ってしまうと。でも自分の別荘や別天地を100万で買うっていうのは、100万で買うことじゃなくて、別荘を手に入れるのに、よりハードルが低い場所が茨城台なので、で、単純に手に入れたらいいんじゃねっていう、そういうことでもいいと思うんですよ。もちろん賛否両論、ね、百花争鳴とあると思うんですけども、自分だけの選択がありだよねと思ったら、ありです。ですので、結構物件、ヤフー不動産でもね、調べてもらったら出ると思うので、一回見てみてくださいよ。ね。迷ってる時間の方がもったいないかもしれないんでね。迷うよりかは行動する。で、行動してダメだったら素早く引き上げるっていうことが、まあ結果的に成功の近道だと思います。まあ実際ね、こういう別荘を持ったことがない人たちは、一度の別荘を持つと、あ、こういうもんなんかっていうのはね、体感で気づいていけるとこもありますし、あとね、近所と交渉したら何でもできるっていうのは茨城台の素晴らしいところなので、交渉力や人付き合いが上手な人、もしくは人付き合いを上手くなりたい人とかいらっしゃいましたら、ぜひ一度限界ニュータウンで限界をね、突破できるように努力してみてはいかがでしょうか。で、茨城台ばっかりではなくてですね、多分どこにもいいとこいっぱいありますので、
割と簡単に行けるとこは行けますし、まあ僕とか、まあ千葉県とかいいっすよね。千葉、長野県とかね。奈良もいいっすよね。はい。まあアクセスにこだわりすぎると、まあ効率が悪いので、まあ自分が車に乗れる20代とか30代、40代、50代ぐらいの方は、まあとりあえず電車なんか無視していいんじゃないですか。ね、雪が降って行けねえ、じゃあ行かんとこでいいと思うので、場所の選ぶ場所、場所の選ぶ場所じゃないね。ね、自分のお財布も含めてね、自分に合った場所を選んでしまえばいいと思います。住めば都と申しますけど、昔からのね、格言ですけど、本当にその通りで、まあ、習うより慣れろとかもありますよね。やっぱ人間って感性的なとこ大きいんですよね。こう、論理的にこう、まあ、ロジックで物事見なきゃいけないよっていうことの対義語で、もう感性でいくと。ね、例えばね、おしゃれカフェ行くじゃないですか。これどうやって作ってんのやろうこのお菓子って、僕とか論理的に考えがちですけども、女の子の方はうわ可愛いなんですよね。ね、ここ大事なんですよね。うん、僕はそう思ってますよ。僕にはない感性持ってはんなと思うので、これ一個ずつ手作りしてったら単価なんぼでどのぐらい利益出んのやろうってやらしいこと考えるわけですよ、僕なんかはね。いや、美味しい、もう一個みたいな。違う味でって、同じの食べんのって、いやいや、違うソースをかけるんだみたいな。なんだかちょっとよくわかんねえよみたいな。そういうところにも、やっぱり、ね、人のものの見方って、論理と感性っていうものが、やっぱあるんだなって思いますね。感性イコールセンスとも言えるかもしれません。ね、パッと見てこの服気に入ったっていうのは、やっぱりね、ぴったり合うこと多いじゃないですか。なんか、僕の脅威は104センチだから、この脅威に合うサイズは L なんだけど、L で着るとお腹がへっこんでてブヨブヨに見えるから、やっぱり M で細マッチョに着ましょう的な、こんなヘリクツ聞くよりも、あら、可愛いでいいんですよね。だから、限界に歌うので、別荘をお買いになったり、事務所扱いにしたい方は皆さんそう考えましょう。とってもポップにね、うん、安いから買ったとかでいいんじゃないですか。うん、楽しそうとかね、そんなノリでいいと思います。悔やむことは後でね、後悔っていうので、後で悔やむと書いて後悔ですけども、先に後悔は立つものではありませんから、逆に失敗を好きになってください。失敗は成功の母でございますよ。ね、失敗を通じて人は何を学ぶのか、そして太くなっていくのか、で失敗続けていくうちに実は成功、大きな成功への近回りになっていることも多いので、ねえ、やっぱりね、失敗を恐れて何もしないで生きていくって、こじんまりに生きていくと、確かに失敗のない人生なのかもしれませんが、それそのものが失敗なのかもしれないですもんね。だからそれはいいか悪いか、ご自身の人生は全て自分で判断することですから、僕は誰かのために言ってるとか、誰に向けて言ってるってわけではございませんけども、そういう考えでいいと思います。ですから、ドラゴンボールの孫悟空がね、こう歌でも歌ってますから、操作今こそアドベンチャーっていう、そういう、なんで今なんていう、そういうツッコミやめてね、どうやら冒険らしいみたいなね、そういうノリでやったらいいと思います。まあ、すごいいい加減なね、話ばっかりして恐縮ですけど、いよいよ、茨城台、限界ニュータウンへと到着しました。ね、電気消してみてわかると思うんですけど、漆黒の闇をですよ。恐ろしい、こんなとこ帰ってきたんやってなってしまいますよね。どうですか皆さん、この夜間走行編、まあ見えないじゃないですか、ほんまに。いや、誰も悪くないです。カメラも悪くないし、車も悪くないし、コメントも悪くないし、僕も悪くないね、笑って過ごしましょうね。まあ、ほぼ見えてへんやないかいっていうツッコミもね、みんなで取り組んだ結果ですから笑いましょうよ。ね、この失敗も失敗で楽しく太くなるっていうね、考え方でいてくれたら僕は嬉しいございます。ダメだよねーって笑ってください。映ってねーよねーってね、エコ車映ってるんですけどね、来ました。猫バスと見せかけて立派なワゴンでしたね。はい、あの看板も不気味に見えますよ、不気味にね。はい。というわけで、茨城台、もう、ここは亀岡市に該当しますので、亀岡に戻ってまいりました。最後までね、動画の方、ご視聴いただいてありがとうございます。で、そしてですね、場を埋めるかのような私のわけのわからんへりくつも聞いていただいて、誠にありがとうございます。たまにコメントで、声が落ち着きますって言ってくださったおじさま方、ありがとうございます。僕、よう噛みますけどね、噛んじゃうけど、そのまま使わせてもらっています。今後ともそういう励ましのコメントもいただいたらより励みでですね、低品質、大量生産をもとにですね、今後とも取り組んでいきたいと思っております。もしよかったらチャンネル登録と高評価、さらにマシマシのコメントよろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイ。